あ、なんか1個100円の線香の束みたいなのスイッチを押すとバーって火がつくみたいな、楽しそうでやってみたら、僕がやったらみんな並び始めるっていう、みんなやりたかったけど勇気がなかったみたいな、はい、っていう感じですね。何ですか、赤穂浪士ですか。そうですね。で、大石蔵之介、大石蔵之介っていうのが結構有名な話で、テレビゲームになったりとか、もう映画になったりとかね、ドキュメント、なんかいろんな歴史番組になったりとかしてる有名な話なので、はい、そうですね。それで男系のどっちですか。これね、男系、お寺っていうのは男系っていうのがあって、まあ要するに、まあ今風に言うとスポンサーみたいな感じですね。それぞれのお寺についているスポンサーみたいな感じで、その土地の古くからある家とかそういうのが、まあ、お金を持ってて、何かの時に、例えばまあ2代目襲名とかそういう時とかにお金出したりとか、何かの時に寄付、こういう門とかね、門とか、まあ鳥居とか壊れた時とかも、そうですね、鳥居とかね、あれ、ね、簡単に見えるけどね、2000万とかものによってはするんで、団家さんが出してくれないとお寺はどうにも手が出せないということも聞きますね。赤穂浪士、そうですね、その四十何人のやつを赤穂浪士って呼んでますね。はい、ね、終身蔵っていう呼び方もしますね。これやってんのかな、やってんのかな、あとでこれ、さっきこっち行こうかな、し、入管には発覚が必要と、これで、はい、なんか岸の墓なんだ。